ち多くない、ここ。こんなにいるのかね。うん、電柱がすごいね。電柱の周り、ここ細かいんだね。うん、分かりづらい。この廣岡の神社、あ、みんな登ってってる。1月に滑落事故が起きたみたいなんですよ。あらら、頂上に多分行けないような気はするんですけど、とりあえず登りながらルートは考えてみたいと思います。今日はどういうルートになるかわからないんですけど、ちょっと一日頑張りなんで頑張りね、はい、行ってきます、はい、無事になんかいろいろ楽しめるかね。なんかお花見会になっちゃいそうな気がするね。うん、そこのところから、こっからだね。うん、こっから登っていこうか。倒れてんね。うん、いや、行ってきます気をつけるんだよ。うん、頂上まで行ってないかもしれないけどね。いつものように山っぷをつけ忘れて今戻ってます。相変わらず山っぷを今再設定しました。ちょっと景色のいいところに上がってきたいな。仕切り直してこっからいい感じの山だね。キュートだよ、キュート。いや、今日は3度目ここに持ってます。忘れ物、これから バッテリーコードとかあったんで慌てて戻りました。今日はなんか無事に終わるのかな。なんかちょっと開けたよ。なんかいい景色のとこ来たね。なかなか前進まないんや。今もちょっと電源入らなかったみたいだし。行くなってことかな。あ、でも景色いいね。いや、マジで今日無事に帰れればいいね。滑落死してる人がいるってよ。うん、あの最初行こうとしたツツジ振動の方行こう。行こう、丁寧に、うん、丁寧に行こうね。雑だからね、うちはね。3往復しました。来た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 よ。どっちかしらね。こっちも東屋さんだけど、福寿荘の方、うん、見てみて。階段きれいに、なんか見えてきたにゃ。あずま屋さんだけあって、あずま屋ね。咲いてんの？ここから先は山頂方面、
けるかな。登山道って木段が続いてきます。まだね、階段かい。結構ね、この階段が続きます。いや、結構やばい。階段系だね。後ろ付き？後ろ付き。本当付き？本当付きよ。なんか美しい苔の世界だね。ずっと階段に。うん。次のポイント近くなってきたよ。いやいや、今日は何回もぐるぐるやったから疲れた。そうだね、はあ、結構いっぱい。やっと神社だね。ね、すごくいいが奉納されてるね。はい、あれやっぱりロープ張ったんだね、うん、ということなので、ゆっくり行きましょう。ゆっくり、うん、じゃあとりあえず大丈夫。これをこっちに行くんだね。ラクビと注意じゃなきゃいけない。また行って。ラクビとやだね。カイチみたいな。端っこは切れてる。細いから気をつけた。そうだね、うん、道になってないね。あらららら、遅いね。危ないね、これ。これ登っていくんだ。すごいね、これ。気をつけるんだよ。確信部になります。よいしょ、ね、はい、あよ、石を落とさないでね。なんかそのさ、うん、天気危険っていう場所じゃないんだけど、西峠の表ルートのさ、その上の方だよ、これ。ちょっと頑張って。面白かった？面白かった？面白かった。
向こうが山頂かな。怖いねこれ。すんまい人一人分だよこれ。鎖は続くよって、うん、こう行くのかな。あ、ツツジ神道だ、こっちは。違う。やっとツツジ神道の分岐だね。うん、あっち登ります。3点確保ね。うん、これを登ってまだその先の方かな。あの大げさにあれしてあるからちょっとした油断なんでしょうね。私たちも気をつけないと。着いた、うん、到着。とりあえず三角点、よいしょ。三角点ピ。ああ、きれいきれい。到着しました。到着しました。東屋さん、うん、ね、ちょっとあの通行止めになってたけど来ちゃったねけど普通の岩場かな、うんうん、でも気をつけてまた帰り追いたいと思います。3点確保で来れば大丈夫だと思います、うん。では下山します。はい。妖怪も撮った？え？妖怪も撮った？撮った。綺麗だね。さあ、気をつけて降りていこう。うん。気をつけてよ。うん、ここ狭いから ここが嫌いだでし、うん、木が邪魔してるしね。邪魔してるってかユニアはセーフティーバーなセーフティーバーセーフティーバー私がつかむ捕まんなつけるんじゃないな。大丈夫かい？大丈夫。ストックいただいていいよ。ありがとう。戻ってきました。さっきのとこだね。うん。無理ならなくか。クマさん。こっちの。
号休憩車の方行ってみようと思います。削られてる断面がねよくわかるんです。なくなっちゃいました。かわいそうな。でこっちに双子山が見えてね。あ、本当だ。うん、本当だね。はあ、山小屋みたいな。ご飯ご飯、はあ、景色いいとこで食べるにゃ。なんか、うんうん、おんおんっていうのがいい。充電中。じゃあアルコールスプレー持ってきました、はい、手を拭いて。今日はねこれトレー持ってきたんだ。トレー、え、トレー、おにぎりがいつもの間鎖を触っちゃったから。消毒消毒。よいしょ。いただき物ありがとうございます。誰に言ってんの。見てくれてる、ね、知ってる方。ありがとう。景色いいね、うん、今回はこれとこれまだ入れてないけど。カリカリ梅、うん、僕の頭の中のやつ。結構大きくない、うん、結構大きい、大きいね。いや、山でさカップヌードル食べる人ってさ結構いるよね、うん、いるね。でっかいよ。この大きい、ほら、うん、うん、おいしい。うんね、うん、うん、山でカップヌードル食べる人おいしいよね、山の。うん、あー今日もね、危なく箸忘れるとリュックに入っててよかったな。ちょっと焦ったね。これさすがにさ、こうは食べれないよね。棒みたいな、棒みたいな。いやにゃ。お腹もいっぱいになったので下山します。はいな、はいな。今日は2回もね。忘れ物を取りに戻りました。うわ、山どうなってるか、うん、あとめちゃっとだよね。うん、鉄分さん見に行くにゃ。うん、うん、鉄塔もあるけどね。あー、でも青空になってよかった。そうだね、うん、なんか新緑が綺麗だな。いいよね。これからはいい季節だよ。爽やかな感じになってきたね、うん、今日はハプニングがいっぱいあったけど無事に帰ってこいてよかったね。無事に。じゃあまた次の山で。また次の山行くの。